皆さんこんにちは。こんにちは。はい、99% の凡人ができる愛シリーズ。はい。はい、なんなん久しぶり。凡九九。凡九。それ違う。それ違うし古いし分からない。というわけでね、今日はこの間岡本先生の動画を見ててね、うん、先生が言ったのはね、触ったところは全部つぶなんですよ。合気道だと4曲とかあるのかな、ここ。こういう4曲、これは神経系だからね、うん、神経はピッてそうじゃなくて、もう触ったところが全部急所、うん、ツボって言ってたんで。ちょっと待ってよ、うん、俺今さ、うん、6月ぐらいからずっと右手しびれてんのよ。いやもう、ここ最初からツボだね、もうお前っていうことは、やりすぎってことかなもう、いかれちゃってんじゃん、こっち神経そういうわけで、ね、じゃあちょっとまた感覚なくても聞くかも含めて、うん、ちょっとやってみようと思います。どうなんだ手を出します、うん、こっちで持つ方がいいですか、うん、手を出します、うん、もうちょっと前かな、うん、椅子と机が椅子が開くって一番いいんだけどね、でもここはい、ここをですね普通に押さえます。はい、立てね、うん、立てます。これをね、こう愛嬌を使うとね、こう立っちゃう触ったとこどこでもいいんですよ。はい、立ちましょう。よし、はい、立ちましょう。指一本ですからね。これでも本当立てんねんだよな。立てなくなっちゃう。これは合気の、合気だね。合気のとしか言うのね。信じられないくらいうさんくさい。信じないな。合気使ってやると、これは例えば別にさ、これはでもさ、さらにこうやってね、スライドしたり、はい、立って。別にね、これが重要なわけじゃない、ね、うん、違うね、ちょっとこれが重要なわけじゃないね、はい、で、こういって何にもしないで、ただ押さえてるだけ。はい、はい、はい、もう全然私とか見るで、これを愛機を使ってとてもいい、立てばいいのに、立てばいいのにこういう風になります、これがね、わかんない立とうとすんだよさ、違うことしてすんだよねこれでなんかね、心理学上で、うん、これやばいよ、これやばいよ、ね、いやだからこれ言っちゃやばいこと、あ、うなぎ言っちゃどうか、やべ内緒内緒今後ろで違う話でこれを浮かしてちょっとじゃあね半座りぐらいで、この一回動画でも作ってたけど、うん、半座りでもね、で、はい、ケネディのボディーガードが来ました。来た、はい、ああ、こうやってケネディのボディーガードが本当に落ちるんだよ、これ何もしんねえよ、ね、ケネディ、ケネディのボディーガードにしたら可愛いけど、これやってほら、これね、ほらほらほら足が伸びてくるのがポイントね、うん、普通に押しただけじゃいけない、足つるこれ触ってピッこれやればさ、ね、落ちるわ、落ちるわ、はい、ボディーガードが来た、それはお前、やばくないおっ本気でやってんだよなこれだって力で例えばさ掴むからさ掴むからさ、あ、俺が掴むんだよ、そして力でこうやって押さえてもこれ行くわけないんですよこれ行くわけないんですよだからそれをこれを面白いアイキかけて取ったら、でそのまま下げる、そこからグーッと押して抜けた今抜けた俺ここなの抜けやすい、じゃあこっちここだとすっげーかかる、触ったところがつっ、う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 
これ抜けない抜けない、途中まで抜けない抜けないどんどん落ちてくる、すっげー落ちるってそう、こういうね、こういうのとかね、触って岡本先生がやって、あ、こんばんは、岡本先生がやってた、ちょっと立って、ちょっと立って、ちょっと膝が、もう目の前に来てる、膝で、ちょっと膝が出るぐらい中腰な感じで、うん、こういうのがこう、うっ、あー、ガロ抜けない、いや、ちょっと、ちょっと、これはね、ちょっと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 、違う、違う、ちょっと、ストレッチしとき、ストレッチしとき、濁らなりしないように、あ、やだ、これ、これ、ここが、あ、でも後ろにバカーンとはいかないよ、意外と怖いね、ちょっと膝が出るぐらいですね、でもこれほら、ほらはい、これ近く立ってで、こう後ろのボールで今かけようと思ったのにここはこれは同じことそこね、首が固まるんだ、こう、来ましたでも、男性時代ね。でも、岡本先生がやった僕やってるしね。じゃあ、ケネディに会ったのはまさしくそのままだし。だって、ちょうど放送がやったら、そのままやってて、ネット流れて、まともなあのおっさんも一緒にこうやってやって、足掛けが終わってくるって。足掛けが終わってくるって。ゆうちゃんがやってる。まあ、この辺の、さっき言ったスポット、スポットになって。うまく倒してって抜けないようにしとくとさっきのずっとこうやってやって今日このままになるとこう、うん、足足足とこの間もさこうやってやってたでしょ、うん、コンセプト前でさ、うん、やるのもさ、うん、あそっちねおおはいはいはいこれで浮いてる浮いてる浮いてるこれダメ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 それめっちゃこれはね、味噌はね、
決して神経ではない。ないないない。そういう痛さじゃないから。そういうもんだから。触ったところはどこでも。触ったところはどこでも。そういう。あれです。作業をこうやって誤差立てないな。はいはい。片足のどこにして。片足で。片足で。片足で。さっきの。ああ、さっきのね。そうです。あったっとじゃあこっちのはすげえ楽しくる両足の方がグッていくっていくけどこっちだと片足が抜けちゃう抜けちゃうからちょっとやってみてそうなんですね片足もし膝が出るんですよ触ったところだこれでも別にこうやってやったらね別にこうやってやったらマジかよこれが入ってます抜けるわできるようになった先生の要求できなかったけどね、うん、そうか受けてない受けたことないから分かんないけど単純にあれだね、うん、ここどうのこうの先生そうそうそうだからそれがねなんだこうツボがかかるこの感じだこの感じだその感じその感じそうやったくそしかしかしガッガーッてかわいいこれ触ったところはどこでもえぐいどこでもえぐい、まあ、今胸とか、ね、足とかやったけど、まあ、他に分かりやすい技があったから、うん今の技もこっちのどっちかって言ったら塩の方法だけど、うんまあ、この先生もやってるし、うん、塩田放送のあのあれでさ、うん、キュッて親指でほらキュッて押さえてるじゃん、うん、あれよりは痛くないんだけど痛くないわけだね別の意味でつらい、まあ、そうあの別の意味でつらいその先生的にはわけわかんないふうな先生とでもあれちょっとうまくやればうん、倒れる倒れる倒れるって感じだったここも重いここはね意味わかんない、うん、よくわからずに倒れてるちょうどあの下の足がさなくなっちゃった感じなんだよスコーンって抜けるっていうだからそうどこでもいいっていうことだね、うん、触ったとかまあねただ崩しても無理やりになっちゃうから相手が崩れるとこ触るだから足いいんだよね足いいんだよ、ね、足一発で重心崩れるからね一刻と思って足やれちゃったらだって重心取れないじゃんだってあれ靴履いたままできるのは熱いんだけどねいやあれ靴履いたままできたら面白いよ、うん、まあ触ってまあ触るだけじゃねダメなんだよね、うん、ちょっとねちょっと内緒のあれがねちょっとがあるからちょっとでもどこでもいい、うん、決して神経やってるわけじゃ、うん痛かないよねなんかわけわかんない痛いっていうのとは全然違う、うん、でも痛くないそういうのでかいはいまあ塩田剛三の技とか、うんまあ、塩田坊主の4強をガーッてなんか刺してる、うん、岡本俺が見た岡本先生の動画はさっきも出てましたあれは痛そうなんだと思って、まあ、ちょっと違うかもしれないこっちは抜ける、うんまあ、というわけで触ったらどこでも、うん、あの空き方で触ればどこでもするすごい重要なこといっぱいやってるんだけどねそのうち分かると思います、うん、じゃあね、バイバイ